たまたまですね、南国市から、移動中にですね、ほんとたまたまそう、左側でなんかすごい、なんか、阪神タイガース歓迎っていうの旗がいっぱいあったんで、ちょっとね、左折、ほんの100メーター左折したら、まさかのここで、阪神タイガース、キャンプしてましたね。多分2軍だと思うんですよ。なのでね、ちょっと時間的にもね、30分ちょっとしかないので、ちょっと軽く見学、せっかくなんで駐車場も無料だったので、行ってみました。とにかくね、坂道が多くて、ほんとね、息切れすごかったですね。いや、階段と坂道半端ないですね、ここ。いやー、でもね、偶然なんでね、ちょっと、せっかくだったら行ってみたくなりますよね。ブースもね、結構いっぱい出てまして、結構なんか、賑わってる感じありましたね。まだね、ちょっと時間が早い感じで、ちょうどね、この当日はですね、12時半から、西武埼玉ライオンズと、埼玉西武ライオンズですか、と、練習試合があるみたいで、西武の選手もいましたね。この階段、ほんと急ですよ、もう。ほんとな、これマジで、膝痛い人とか無理っすよね。で、これ降りていくと、右手にまあ、サブグラウンドみたいのがあって、左手にブルペンがあるんですよね。すごい、もう間近で見れるんですね、選手が。もうここで今、トスバッティングやってる感じで、もう練習が始まったばっかですよね。まあ、普通に、なんか、軽く練習して、ここブルペンですね。これでね、今年、ちょっとさっき調べたら、ドラフト、15番のピッチャー、今年のドラフト、去年のドラフト1位ですよね。ピッチャーが手前にいるんですよ、15番の。すごい。めちゃくちゃ球速かったですわ、これ。もうなんかこのブルペンの中の4人でももうズバ抜いて球が走ってましたね。見てるだけでも楽しいですね、ブルペンは。ズバーって。本当に球がね、もう伸びが半端なかったです。で、自分が思ってたよりもやっぱ2軍だったのかしれませんが、人はそんなにめちゃくちゃ多くな、まあ試合がね、お昼からあったので、そうなのかもしれませんが、まあなんかのんびりした感じで練習してましたね。試合前だからなんですかね。ちょっとそこはね、私もキャンプなんて見たことないんで、初めてだったので、そういう感想です。で、こっちにメインのグラウンドがあって、フリーバッティングやって、かなりホームラン打つ選手はめちゃくちゃこのネットに当ててましたね。まあもう内野まで行く時間なかったので、この外野で見て、もう車に戻ってまた出発しました。で、海辺をですね、ずーっとね、走りましたね、このように。ガーッと。もう天気最高ですね。そんなね、天気が暖かくて良くて、こっから山道なんですよ。これね、6キロ続いて、これキャンピングカーでこんなに、なんかね、私のナビゲーションって、まあ最短距離になってるから、なんか、こういうキャンピングカーじゃありえない道をね、結構選択するんですよね。大通りからちょっと行ったところで入れるっていう話もあったんですけど、ちょっと半信半疑で、ほんとこれ合ってんのっていうような、もうすれ違うのがやっとの道で、相当ビビりましたね、これ。もうこの橋超怖かったですし、ほんと合ってる合ってるってもうずーっとひたすら、もうナビゲーション信じるしかなく、もうひたすらまっすぐですよね。対向車、まあ1回、2回ぐらいかな、来たの。まあそれで良かったんですけど、もうなんか、ちょっと嫌になるパターンですよね。で、まあ、この辺からまあ、着くんですけども、本当に、山の中です。マジで山の中です。で、私はまあ、ここの駐車場で寝泊まりをする6日間なんですけど、いや、今正直今夜なんですが、真っ暗で、外何も見えないです。マジ怖いです、ここ。アメフトキャラバン。やっぱすんごいとこ来ちゃったこれ。超山の上これ。室戸岬の山っすねこれ。すごい。っていうか道がキャンピングカー通る道じゃないこれ。山道。
すげえ、でも天気いいんですけど、これ周り何もない。どうするって感じで。もうキャンピングカーからこのアメフティやってる練習見えるのいいね。これ言ってもグラウンド行かないとダメですけど、自分はなんかこの景色良くないですか。キャンピングカーから眺める、この窓からなんかね、こう指示できれば最高なんだよね。座ってコーヒー飲みながら。いや、そうはいかないんでね。 OL 最高だぜ。うわ、しんどいぞなあ、足幅、そんなんじゃダメだよ。やばいっすよ、ダメ。こっちもマジで、よし、よっしゃ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 。軽がしくどう。いや、身のあるものなんで。身のある。全然充実して。動けてる、動けてる、全然。ありがとうございます。辛いの。だー。いやー、辛いよね。あれ、タコさん、タコさんどうされました。明日から。明日からやるんで。明日から。今日は勘弁してから。ああ、辛い時はまず明日からね。はい、いいね、その意気込み。あす。え、もう手伸ばして、手伸ばして。遅い遅い遅い、もう一回。はい、次へ交代。手伸ばして、手伸ばして、すぐに、すぐに体つけに行って、行きます。はい、手で行って、手伸ばして。よし、元気なかったのせい。よし、いいよ、よし、いいよ、よし、いいよ、よし、よし、いいよ、よし、よし、よし、星ライフチャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、あのキャンピングカーの中で、今高知大学のあの合宿の今昼休みで、今から食事行くところなんですけど、一人最近マネージャー全然映ってないんで、一人連れてきました。ちょっと自己紹介簡単にお願いします。はい、高知大学アメリカンフットボール部マネージャーのマネージャー3年のクラです。あ、結構こう噛んじゃってる感じなんですけどなんかね、結構ノリは結構面白くてですね、ぜひぜひ皆さんに紹介したいと思って。高知大学のマネージャーといえば彼女っていうのをちょっと皆さん、どうぞ笑っちゃってるんですよ。違います。あ、違うの、はい、一番モテるんでしょ、だってマネージャー。いや、違うのね。ああ、どうこうアメフトをやろうと思ったきっかけ、一つ教えてもらいたいな。いや、大学に入るまではアメリカンフットボールっていうスポーツを知らなかったんですけど、その選手とその新歓で出会って、その頑張ってる姿を見て、やっぱりサポートしたいなと思うようになって、部活からそのアメリカンフットボールをした感じです。え、じゃあ高校の時何やった。高校までは中高6年間ハンドボールをしてました。あ、ハンドボールか、はい、だからでかいのか。そうでかいとか失礼。ちょっとまあガタイがいい感じ。ガタイいいよね。なんかあ、ハンドボールやってて今度はサポートする側に、はい、サポートしてみてどう。いや、やっぱりその選手のそのしんどい部分とかも、うん、まあ、分かってあげられないところも多いのかなとは思うんですけど、はい、まあ、その自分が6年間選手で頑張ってた経験を生かしてできるとこはしたいなって。なんかいい、今ちょっといいこと言っちゃったよね。まあ自分が生かしてたところをこうね、今度はサポートしてあげるという素晴らしいね。今日今回ね、春合宿6日間、これ結構ね、はい、スタッフとしては結構大変なの。そうですね、やっぱり今まで長くても3泊4日とかまでだったので。3泊4日だとさ、はい、ただのなんか旅行じゃない。まあちょっとバタバタする感じあるんで、 あれですけど、まあこんなに長いのは結構初めてなんで。初めて、はい、あ、じゃあ今回ゆっくり楽しんでんの。そうですね。あ、いいですね、こうね、こう世話してくれる人がこうやっぱね、このリラックスする雰囲気大切ですよね。で、今年のチームの目標をぜひね。目標は中四国リーグ1位でも優勝を狙って、はい、あ、狙ってる、はい。で、まあ、全国でも、全国出場を一昨年果たしたので、次は1回戦突破っていうのがチームの目標。結構目標高いね。そうですね。でも目標はやっぱ高く持っとかないとダメなんで。はい、じゃあ午後は練習もまた楽しみ。はい。で、何、どういうスケジュールでやってるの。朝何時起きてるの大体、こうスタッフって。まあ朝大体でも6時半ぐらいに起きて、うん、まあ、それからそのご飯をちょっと早めに済ませて、うん、このちょっと準備だったりとかを選手よりも早めに降りてする感じですかね。
よ。俺も来たけどそんな早く来てなかった。早かった。いや早かったです。選手と一緒に来てる感じ。そちょっとまあ20分前ぐらい。結構持っちゃうタイプなんで、まあ話半分ぐらいでぜひ聞いてください。はい。はい。じゃあまあこんな感じで、まあ今ね高知県のこう室戸岬の何の家だっけ。少年自然の家に少年自然の家に今昼休みちょっと無理やり連れてきたんで、はい、はい、今から時間ないんでね、はい、時間をおっしゃってんでご飯行ってきます。ありがとうございました。はい、じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。